なぜか伝わらない、そんな時があるんです。このことを抑えてないからです。それはそもそも私たちは変化しているということです。どういったことがあるかというと、ゲーム、めちゃくちゃ皆さん好きですよね。で、例えばこんなお子さんがいるんです。その子にとってはゲームが日常の一部なんです。で、お母さんはゲームやったらいけないでしょ、ゲームをやめなさいって言ってるけど、子供も変化してるんです。だから、まずは受け入れることが大切なんです。変化を。なんでこのゲームの例えを言ったかというと、ゲームの世界って今すごいことになってて、もう世界が変わろうとしてるんですよ。例えばフォートナイトの大会が今年ありました。その大会で1位になった男性、何歳かご存知ですか？16歳なんです。賞金いくらかかります？あ、いくらでしょう？1億3億円です。16歳の少年が3億円も手にしてるんですよ。そしてフォートナイトのプレイヤー数2億人です。いろいろなゲームを統合すると2億人どころではありません。ゲームっていう媒体を使っていろいろな人とコミュニケーションを使ったり娯楽を楽しんだりしてるんです。で、ここで重要なのがオリンピックの正式種目に e スポーツが追加される可能性が浮上してきたってことです。これはもう革命ですよね。ゲームって言ったら親御さんたちいません？なんでゲームばっかしてるの？ゲームばっかしないで勉強しなさいって言いますよね。いやいやいや、これからはなんでゲームしないの？ゲーム早くしてって、こんな時代が来るかもしれないですよ。で、アメリカのデューク大学の研究者はこんな風に言ってます。今いるお子さんたちが大人になった時には 65% の割合で新しい職業についているお子さんたちがいると。めちゃくちゃ変化してません？めちゃくちゃ興奮しません？いや、もう本当すごいんですよ、この変化って。で、となるとその変化っていうのに私たちがついていかないといけないんです。じゃあこの変化に対応できないからどういうことが今子ども社会で行われているかっていうと、こんな数字があるんです。14万人。これ何かっていうと不登校児童生徒の数です。平成30年に行われた調査で約14万人の不登校の小中学生がいると言われています。この不登校っていうのは定義がしっかりしてあって、こういったお子さんはカウントされません。病気や経済的理由による欠席者はカウントされないんですね。カウントされるのは精神的、情緒的、そして社会的背景によってトータル1年間のうち30日以上欠席した児童生徒がこの不登校という定義に当てはまっていくんです、それが今日本の中で14万人いるんです。これ20年前何万人だったかというと12万人です。じゃあもっと言うと平成5年って何万人だったかというと約7万人です。どん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 この子供たちが増えていってるんです。なぜか学校や私たち大人が変化していく子供たちに対応できていないからです。じゃあどうすればいいのかっていうことを、話していきます。なぜこんなことが起きるのか、それは価値観の違いにあります。何が必要なのか、30代から今の子供たちまで、価値は存在です。なんで私たちがこんな SNS、 日本人で好きですよね、ツイッター。なんで日本人がツイッター好きだと思います？それは匿名だからです。匿名で自分のいろいろな情報、自分のことや自分の思想、自分の考え方、いろいろなものを投稿できて、それがハートマークのいいねっていうボタンであったりリツイートされていって承認されていくんです。つまり存在を見てもらってほしいっていう気持ちが強いんです。だからお金はいいから自分のやりがいがある職業に就きたいとか、そういったところがこの存在を認めてほしいっていうことなんです。じゃあ学校どうか、じゃあ職場どうか、
職場や学校にはいろんな虫の方がいらっしゃると思います。価値観のギャップが生じてるんです、うん、だから例えば学校で子供を指導するときにもこっちの考えの人でいうとどんな指導に なる傾向にあるかというとあんたねそんな風にしてたらみんなに迷惑かけるでしょ、あんた大人になって食べていけないからとか、そんなことっておそらく中学校とか小学校でたくさんそんなことってあるんじゃないかなと思います。 YouTube の、草上げ的存在のヒカキンなんかバンバン見て俺もヒカキンなみたいになりたい、だってそうじゃないですか、ヒカキンとか楽しそうで仕方ないじゃないですか。そんな人たちに憧れを持って今では小学生がなりたい職業ランキング3位ですよ。1位がサッカー選手、2位がお医者さん、まあここら辺は分かりますよね。3位が YouTuber ですよ。なんでですか。それは元気があって楽しそうだから、そして自分の存在を認めてもらえる場があるからですよ。だからここが分かってないとここのマインドの部分があってもズレが生じてしまう傾向にあるんです。いつもご視聴していただいてありがとうございます。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、コメントいただけると生きとして生けるもの全てが幸せになりますようにという私の思いがまたたくさんの人に広がっていきますので、どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録お待ちしております。